はい。おはろばんはせずです。見てくれてありがとうございます。今回はですね、特別企画という感じで動画を上げていきたいと思います。なんとですね、私のチャンネル登録者様ですね、その数が350名様ね、到達いたしました。ありがとうございます。毎回いつもありがとうございます。本当に。で、今現在は、355名というね、5名増えている形なんですけど、本当はもうなった瞬間この動画を出そうかなと思っていたんですが、まあ、いろいろ事情があり、事情っていうのが、最近デスティニーチャイルドっていうスマホでやってない DMM でやってるんですけどね、まあ、だいぶ話も逸れていますがね、このゲームとは全然違う話してますがね、それのイベント中でしてね、で、始めたてなんでね、ずっと必死に頑張ってやってた次第でございます。で、動画を出せていなかったんですね。もし待っていてくれてるという方がいらっしゃったらね、ごめんなさいです。でね、今この画面をね、ご覧になった通り、あとタイトルご覧になった通りね、バイオハザード2トライアルエディション体験版ですね。こちらを今回記念として、この350名様到達記念としてね、このゲームをやっていきます。このゲームですね、バイオハザードはもう皆様ご存知かと、もうこの喋りもね、今噛んじゃったけどね、あんまりいらないと思いますが、一応説明だけしたいので、このバイオハザードはもう皆様ご存知かと思いますが、バイオハザード2の製品版、まあ、体験版だね、さっき言ったな。そうだよ、体験版だよ。体験版です。これディレクターズカットですね。バイオハザード1のディレクターズカットっていうやつを買うと、ついてくるやつですね。その2枚ね、ディスク入っていまして、そのもう一枚の方にね、この体験版が入ってるという、なかなか珍しくはないな。昔はこういう感じの売り方をしてたから、最近がむしろないもんね。体験版遊べる機会がないもんな。ダウンロードでなんかやれるみたいな感じだけど。じゃあもう、いろいろもね、散々喋ったと思うので、2分近くね。よし、じゃあやっていきましょうか。サウンドとかも捨ててよ、モノラルとかっていう感じだね。よし、これでやっていきます。インフォメーションってやつはね、またなんかこう機会があればやっていこうかなと思いますが、ニューゲームいきます。で、この今画面ね、言い忘れていましたが、この画面の目も違うんですね。ワニの目なんだけど、これ、なんかカラスの目っぽい感じのやつで、ちょっともう、 Do you remember that brother mystery that took place In Lagoon City, although it appeared to be solved by the stars' cheat, 2 months later, the real nightmare begins. なるほど。多分ラクーンシティの事件を覚えていますかっていうこと。おお、ちょっと早いね。ラクーンシティのお話を覚えていますかっていう説明が入って、なんかいろいろ、その悪夢が再来みたいな感じだったのかな。ミリタリー用ナイフいざという時に役立つナイフだって言ってもね、バイオハザード2のナイフはね、すんげえ弱いんです。17回、20回近くね、切らないと刺さないと倒れないんですね。で、ハンドガン、これが今、タンドガンっていうね、まあ、ターンドガンですな、これ。ヘッケラゴックのこれ VP70 なんですね。すげえ狙いづらい銃をよく使ってるなという感じするんですけれどね、大型拳銃だったっけ？小口径だと思ったんだが、ライターね、おなじみ。これオイルが入ってる感じ。イニシャルが刻まれてる。LK？ え？レオン・ S ・ケネイ？あ、S がないんだ。レオン・ケネイ。で、救急スプレーな、おなじみの。はい。で、この最初の画面の目も違いますが、こう左上のこのなんだステータスのレオンの顔ですね。これも製品版と全然違うんですね。こっちの方がなんか個人的、いや、どうでしょう。製品版の方がすんげえイケメンになってますもんね。なんかこれ、レオナルド・ディカプリオ的な感じの顔じゃないかな。じゃあやっていこうか。もう急に始まるんですね。まあ、それは体験版だから、こういろいろ話は何も作ってない感じなの。これ、今ね、6対9だったっけ？この画面サイズ。昔の画面サイズになってるんですけど、見づらいですかね。これでもスムージングってやつをオンにしててやってるんですけど、なんかさ、走る速度遅くない？え、製品版ってもうちょっと速かった気がするけど。これね、画面のこの 設定を変えることができるんですね。フルにしてやってみるとこんな感じですが、まあ、広がった分、ちょっと見づらくな、画面が荒くなってないかな。大丈夫かな。いや、ここはもうこのね、昔ながらの画面サイズでやっていくのが正しいんじゃないでしょうか。ちょっと撃ってみましょうかね。やっぱ4発で倒れるけど、やっぱ5発で仕留められる感じかな。いや、
このゲーム自体体験版ね、こうしこたまやったんですけど、当時懐かしい、全然覚えてない。あ、いや、どこまで行けるっていうのはなんとなく覚えてるけど、ここだね、ガンショップ、剣道。この剣道っていうね、ガンショップのオーナーさんはバリーバントのね、親友なんですね。あ、で、フリーズって言われるんやったな。先に撃っちゃおうか。フリーズ。 Who are you? What are you doing here? Hold your fire! I'm a human! Sorry about that. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. 街中がゾンビだらけ。 But you should be safe inside here. I'm keeping a close eye on things.いや、彼には生きていてほしかったね。っていうのが、これもネタバレ発言だけどね。これ知らない方は。品物を並べて釣っておくものだ。あ、はい。ケースが壊されている。中のものは全てなくなっている。この辺あんまり調べたことないから、なんか説明とかね、変わってるのかな。あ、で、ちなみにこの剣道ですね。このバイオ2の、この体験版が出るも開発途中ですね。 1.5 ってやつですね。バイオハザード 1.5 の時はこの剣道生き残る設定だったんですね、生存者として。でレオンたちと行動してなんか脱出するのかなっていう感じの話だったんだけど、うん、これでは死ぬといった感じですね。だいぶ序盤で生きててほしかったけど、あとクレアじゃないんですね。その 1.5 の時はエリザだったかな。なんかバイクの選手かな。わかんないけど、バイクスーツを、バトルスーツじゃねえな、バイクスーツかな。古いタイプライダー、インクリボン。インクリボンはね、なんかちょっと この辺にね、あると思うんだけど、これインクリボンだと思うんだけど、これ取れないんだよね。あれ、こっち行っちゃうと死ぬんじゃなかったっけ。声もなんか違う気がするけど、それは気のせいか。よし、追いはぎ追いはぎ、今のうちに食べてる最中に、すでに息がない。よしよしよし。ちょっと俺これちょっと危ない気がするけどね、これ100アジチュードタンとかないので、バイオ2はね。頑張って逃げないといけないんだけど。オーケーオーケーオーケー。ショットガンはね、でかいからね。この状態でリロードとかはね、できないんですな。組み合わせしないといけない。バイオゼロのリマスターの時ですね。リメイクの時はリロードできたけど、タクティカルリロードですね。で、今のタイプライターを調べずに、外に出るとこの辺でね、ガシャーンって聞こえるんですな。あ、で、製品版だとここ確かに階段に繋がるはずだったけど、え？そうだったっけ？あ、違う。この先か。このフェンスが行けなくなってるんだ。行けなくなってるっていうか、この時点で行けない設定になってるのか。で、一応撃てたりするんですな。で、こっちだったよね、確か。あ、ゾンビないよね。ああ、そうそうそう。製品版だとここは救急車か何かがあって、んだったかな、うん。ここ通れるんですね。本当はこのバスかなんかをね、通過していかないといけなかったと思う。確か製品版の方だと。よし。で、なんでこの急にバイオ2をやり始めたかと言いますとね、ちょっとした理由も、その、記念動画というのも、それがほとんどの理由なんですけどね、9割の理由なんですが、あとの1割は、バイオ2のリメイクが出るかもしれないという噂がね、だいぶ前からあるんですけど、なんかその信憑性というか、本当に開発してるっぽい感じなんですね。なんか、ファンのね、有志の方が、すごい、なんだろう、バイオ2のリメイクをね、個人で作って、なんか配信してたんだっけな。ダウンロードをやってない。いや、それダウンロードできるっぽいんですけど、全部英語だしよくわかんないから、ダウンロードも何もせず遊んでないんですけど、なんかそういうゲームもね、作ってるみたいで、それもなんかカプコンさんから、すごい評価を受けて、すごいみたいな感じの話になってたんだかな？なってたんだかなってなんだ。なってたんだっけな？ここまでずっと喋りっぱなしの投資ですかね。ちょっと疲れてきた。普段こんなマシンガントークしないからすんげえ疲れてきた。生放送の時は割とするかもしれないけど、ツイキャスの時だね。
しいね。バイオ2も結構やったかな。個人的に1、2、3の中で一番やったっていうのは3ですね。このリロードモーションがね、地味にかっこいいんですよ。ほとんどすることはないと思うけど。この体験版では入りませんとで、すごい、ね、メタ発言、ちょっと噛んじゃったよ、くそ。メタ発言、メタメッセージが出てきましたけども。あそこなんだっけな、何があった部屋だっけ、覚えてねえな。古い噴水のようだ、水はすでに枯れてしまっている。ここで警察署の、なんか、スペードダイヤの鍵だったっけ、鍵が落ちてくるんですね。あれ、ちょっと待って、こっち行けたっけな、こっちも体験版だから。あ、違う、P。何の P やねん。ポリスの P かな。あれは嘘だ。クレアの影がないんですね、まだ。そういえば。体験版だから。まだいない設定なのか、何なのか。タイプライターね。インクリボンがない。体験版ではセーブはできない。はいはい。ショットガンそろそろ装備していきたいところですかね。この体験、すげえめたいな、さっきからずっと。これ、ベネリじゃなかった。レミントンだ。違う。ベネリじゃねえよ。で、870ブルドック12ゲージショット12ゲージだ。そうだよね、バレルサイズをなんかカットしてるっていう感じだったもんね。本当はもっと長いんですけど。いいね。これもカスタムサプライズマザファカーができたんだよ。すごいドアップが。カスウエスタンカスタム、それ違う、それ3か。なんかショットガンのカスタム、なんていう名前だったか忘れたけど、なんかすんげえ強くなるんですね。敵の上半身がなくなるぐらい。あ、そっか、いないのか、まだ。これ、近くで、いや、ここは、上に上げると、ヘッドショットできるんやったっけな。で、下で、下半身を打つと、なんかね、這いずり状態に確かなったから、運よくいけば、倒すことができる。これが P か。何の P なんだろう、調べたことないからな。スチール製の鍵、P、パブリック。パブリック、そういう意味だったんだ。安全に通過。あ、あの人がいない、マービンだ。マービンさんが、あれそうだったっけ、ここ鍵取れるだけか。ナイフ使ってみます。ナイフクリアはね、一応2でやったんですけど、うん、難しかったよ、当然だけど。これマジむずいんだよね。よくて2回切れるかな。で、マップフィールド移動しても、確かダメージは継続されてたから、近づかれたら、逃げてみたいな感じで。これ一応倒れるんですけど、3、4回で。でもこれでも20回ぐらい刺さないと倒せなかったんだよね。ナイフクリアは難しかったよ。特に一番積んだのはあのワニのとこですね。アリゲーター、なんだって、クロコダイル、アリゲーターか。なんか放置された、捨てワニだったっけ、そいつが地下で生き延びて巨大化したっていう、ただのワニじゃなかった、ウイルスででかくなったんだっけ。あれ、その辺の詳しい設定は言っちゃうよ、く忘れちゃったんだけど、まあ、とにかくあいつは難しかったよ。あ、ここにアイテムボックスがあったはずなんだけど、ないね。凛々しい男性の像だ。でこの警察庁を作ったあのかなり古いストーブ、これストーブだったの、なんかのアンティークかと思ってたけど、美術品として置いて、あ、まあアンティークとしてなってるんだね、もう、もはや。ストーブだったんだ。あれ、これさ、あ、なるよね、うん。そうだよね。バイオ1の時はならないからね。バイオ1のナイフは強いんだよね、めっちゃ。特に気になるよ。これ指名手配じゃなかった。あ、調べられない。机に鍵がかかって、こう小さい鍵かなんかで、カスタムパーツがね、今、立花が通りましたけども。ね、カスタムパーツだったり、あと、救急スプレーだったりが入ってたかな。あと、弾とか。こういうなんか、ちょっとした解説を踏まえながら喋る。別に買ったところはない。解説になってるのかな？なんか、すげえ俺がダラダラ喋ってるような感じだと思うんだけど。いらなくなったファイルだって。処分しなさい。そんな乱雑にしなくて。首がなくなってる。力でねじ切られたようだ。立花の仕業かな？で、ここに入れないんよね、多分。L。あとで来れたっけ？こいつね、あ、ナイフでいけるかな？こいつの倒し方はね、意外と簡単だったんですね。ちょっと、いけるかな？怖いけど。
で、多分黙っておけば攻撃しないはずなんだよね。こいつは音に敏感なんですね。これちょっとでも動くとこの臨戦態勢に入るんですね。で、あ、ダメ、ちょっとミスった。そうじゃないそうじゃないんだ。あれどうするんだっけな。あ、思い出した。じゃあもう一回挑みます。これ多分早送りになるかな。ナイフで撃破したいというなんか知らない欲求が今は芽生えていますが、頑張ってみます。違う、そうじゃない。あれ俺覚えてない、俺忘れてる倒し方。来ました。見て、これがやりたかったんだよ。今何回切ったかな。多分この体験版で製品版と変わらずダメージが継続蓄積される設定でしたら、うん。っていうか、数回切って倒れたから、多分そうだね。蓄積されてるはずだ。やっとだよ。もう、だいぶ早送りしたはず、これ。あれがやりたかったんだよね。5秒ちょいですね。5秒ちょいで、臨戦態勢からね、解除、なんだ、普通の状態に戻るので、その戻った瞬間に構えて、ナイフを振れば、気づかず、そのままやれるといった感じの設定なんですね、これ実は。だからハンドガン、特にハンドガンの方がね、立花倒しやすいんですね、実は。っていう感じです。もう本当はこんな、高所になる予定じゃなかったんだけど、しょうがないね。もう全然弾使ってないし。よし、もうナイフは使わない。もういい。大丈夫。これ、もう、VP70 で頑張っていくわ。これなんだろう。何も調べられないね。あ、いや、これね、もう、使うところもね、お見せできたので、まあいいでしょうね、これで。よし。いい感じ。ここね、宝石があったところなんですよ。この絵ですね。暖炉は今でも使えそうだ。その上に油絵がある。タイトルはこう書かれている。豪華の中の生贄。あ、使えた。あれ使えたっけ。あ、出てきた。あれ赤い宝石。あれ体験場でも取れるんだ。初めて知った。初めて知ったぞ。そっか、当時多分この仕掛け知らずにやってたからかな。多分試したことなかったんだろうね。自販機があるんだよね、これ。これ会議室かな。そう、バスケのポスターがある。あとは調べられるものはない。あれこの宝石は、なんか、え、もう一つ取れたっけ。なんか上のね、石像2階にあるんですけどね、それの謎解きもやるんですが、その時、取れたっけな覚えてない。まあいいや、とりあえずやるからね。ここで3体ぐらい確か出てきたはず。あ、いるね。この女ゾンビってやつが珍しいんだよね。すごい、7発ぐらい使ったかな。あれこっちからは多分いけないはずだね。S 何の S やねん。サルベージとかないですか。超適当に言ったけど今。これ確かうまくいけば、横からね、至近距離でショットガンを打つと胴体がちぎれたはずなんだよね。だからちょっとそれ狙っていこうか。あー、ダメだ、難しい。ちょっと近すぎたな、これ多分。あ、こっち行けるね。現像部屋だったっけな、写真の。赤い部屋があるんだよね。赤い部屋って言うとなんか、呪いのサイトっぽくなるけど。これ、相手ボックスあるじゃん。
あ、さすがに、いけない。調べられた？穴が入ってるんだ。ちゃんと律儀に。違う。こうで。あれ組み合わせられない？ 120 発とかじゃなかった？あ、いや、できるじゃん。あれ？こういうめんどくさいことになってたっけな。だった、これ。あ、ここでのフィルムを現像できる。っていうことは、この説明が出るってことは、もしあの要素もあるんじゃないか、この体験版で。あ、ここロッカー調べられないんだ。あそこね、スペシャルコスチューム、あの、富田家の衣装とか、あと、なんだっけ、ライダースーツかな？あったりするんだよ。だ、そう、ライダースーツって言いたかったらバイクスーツじゃねえよ。ライダースーツを着てるエリザっていうキャラクターなんだよ。あ、外暗くて何も見えない。そろそろクリアですよ。なんでお前が出てくるのっていうキャラが出てくるからね、これ。あ、ここゾンビいなかったか。そっか、いなかったか。3だと、4、5体いるもんね、ここ。で、あ、ないね。ここの扉も、製品版だとなんか壊れた扉があるんだけどね。体験版だとなかったんだ。あ、あるある、一応この宝石。この宝石何に使うんだっけ？あ、代わりにここにあるんだ、ドアが。ノブは丸がドアはビクともしない。っていう感じだったね。確か何も使わなかったと思うんだよね、この宝石取っても。え、製品版ってこの、あったよね？え、こういう仕掛けあったよな。覚えてね。全然覚えてない。これ、ね、仕掛けを解いて何になるのっていう話だけどね、一応こう、やった方がね、ゲームとしては面白いからね、やっていきますよ。めんどくさいと思うけど。はい、来ましたね。早送りになってたと思うけど。さあ、これは、どうせ何にも使わないと思うけどね。はい、あ、これ宝石ね。組み合わせるとかないよな。ないね。調べよう。血のように赤い宝石だ。握り拳ぐらいの大きさがある。ってことはね、めちゃくちゃこの宝石でかいんだね。まあ、この石像の手のひらと同じぐらいだったからね。で、この、ラング所長だったっけ、ここ。ね、この、警察署、変態でしょ？作ったやつ。仕掛けだらけだもんね。特に何もない。ゾンビはいたはずだけいたね。あー、ちぎれないな。あー、難しいね。もう一体いたはず、こっちに。あ、いたいた。あー、これダメだ。くそ。よし。腹いせ。おー、3発耐えるんだ、やっぱりこうすると。ちょっと噛まれようか。初噛まれ。そう、太もも噛まれてる。いや、今ね、今俺ケツを踏んだと思うけど、なんで頭が吹き飛ぶのかな。こっち行けないよね。鍵かかってる。L。え、イニシャルなんだったっけ ?PS?PSL? 別に関係ないかな。スターズ部屋だね、ここ確か。はい、ここです。あと行ける場所なかったもんね。一本道だもんね。ずっと、ほとんど。あ、あったあったあった、これ。あ、ちょ、待って。いや、ちょ、他に調べたいことあるからね。ここが、ジルの、次、若い男性が写っている。恋人の写真だろうか。え？ジルの恋人なんていなかったよね。ここね、クリスのジャケットがあるんだよ。随分散らかった机だ。趣味がそのまま出ている。大きなお世話だっていう感じ。お、読める？あ、読めちゃう。クリスのに聞いてもうクリス出てるじゃん。西だ。え、今日も、これ一緒だっけ？所長に掛け合ったんだが、やはり信じてくれ。アンブレラがあの洋館で恐ろしいティウルスの実験をしていたのは間違いない。ノータ。ティウルスに感染すると、人間はゾンビになってしまう。だが洋館は爆発してしまって証拠が残っていない。その上、この町はアンブレラの薬品工場で食っているようなもので、町の人間は恐れて誰も口を開かない。どうしたらいいのだ。最近おかしな事件が続発している。夜中、街のあちこちで見たことない化け物が出現するというのだ。アンブレラが再び動き出したに違いない。ジル・バリーと協力してついに情報をつかんだ。アンブレラはティウルスに代わる新しいジウルスの研究に乗り出したというのだ。ジウルスとは一体どんなものなのか。とにかく3人で相談し、極秘で捜査するため、アンブレラの本拠がある。ヨーロッパへ飛ぶことにした。ヨーロッパ？妹には連絡しない。危険にさらしたくないからだ。許してくれ、クレア。あ、クレア、一応名前出てんのか。うん。ファイル。あ、やっぱこれしかないんだね。さっきのしかない。で、ここでクレアが来るっていうイベントだったんだけど。
特に気になるものない。トロフィーだよ。射撃コンテスト、クリス・レッドフィールド。スターズメンバーの写真。お。はい。ちゃんとブラッドもいるよ。いろんなバッジがあるね。机の上なら役に立つもんな。これバリーの机だよね。あれ。よく見るとモデルガンだ。よほど銃が好きに違いない。で、これウェスカーの机ね。ひどいありさまだ。机を調べられた形跡がある。で、ここ10階だったっけ？いや、これないな。あ、まだ体験版の時だと、多分、そうだね。この辺のネタは仕込まれていないのか。そっかそっか。ここね、確か10階じゃなかったっけ？ 20 階？なんかね、調べまくると、レベッカの写真が出てくるんだよね。ウェスカーの机から。救急スプレーがあったはず。あれね、でも取れない。さあ、クリアですよ。レベッカの机は調べられないね。ここで、あ、ないな。さあ、ここです。あ、待って待って。びっくりした。さあ、なんで、エイダがいるのか。っていう感じで終わるんですね。いや、懐かしかったな。で、ナイトメアハス、オンリー、ジャスト、ビーゲン。What will happen to Leon and Claire? え、なに？なんだっけ。悪魔はまだ続く。レオンとクレアは、どうしているのか。あ、翻訳できないですからね。私は英語全然得意じゃないからね。わかんない。何言ってるか。はい。ということで、最後のご視聴ありがとうございました。今回は、バイオハザード2トライアルエディションの体験版ですね。350名様達成、到達だ。イベントじゃねえわ。なんだ、記念だ。動画としてやっていきました。こんな感じで毎回もいろんなゲームをやっていこうかなと思っておりますので、また次回ですね。400名様、もし行けたら、何か動画を上げていこうかなと、別のゲームですね。やっていこうかなと思っておりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。これからも私説をね、暇つぶしでも見てくれたら、私としてもね、幸いですので、まあ、ぶっちゃけ趣味でやってるので、そんな、なんかチャンネル登録者みたいな感じじゃないのでね、まあ、気楽にこれからもやっていきますので、もしよかったら、ご一緒に楽しんでいけたらなという感じのスタンスです。じゃあね、また次回お会いしましょう。ファモッ。